夏の青空の下、ついにこの日を迎えました。新たに開かれました中学生のサッカー大会、ニューヒーローリーグの最終戦、南葛中対東邦学園。先頃行われました全国中学生サッカー大会、その決勝で戦った両チームが再びこのピッチで雌雄を決します。南葛のキャプテン大空翼くんは全国大会で負った怪我も癒え万全の状態。それに対するは中学高校大学と全国制覇を成し遂げたサッカーの名門校東邦学園。東邦もエースの日向小次郎くんをはじめベストの布陣で臨みます。さらに今回東邦では新しい戦力として加わった1年生が躍動、ここまでの快進撃の原動力となっています。ここまで両中学とも全勝で迎える最終戦、エキシビションではありますが、勝利チームがリーグの勝ち点トップとなるため、事実上のリーグ決勝戦と言えるでしょう。さあ間もなく試合開始のホイッスルです。翼、俺は嬉しいぜ。全国大会の時に言ったように、俺はベストのお前と戦いたかったんだ。それは俺もさ、ヒューガ君。俺にとってこの試合が正真正銘中学サッカーの最後の試合、そこでヒューガ君ともう一度戦えるなんて、こんなに幸せなことはないよ。いい試合、いい勝負をしよう。ああ、今日は死に物狂いでやらせてもらう。俺のサッカー、いや俺たちの勝つサッカーで必ずお前たち南葛を倒す。君のこれまでの活躍しっかり見せてもらったよ。エキシビションとはいえ、このリーグ戦が開かれたからこそ君とこうして戦えるんだ。すごく嬉しいよ。今日は思い切り勝負をしよう。俺はそういう野心的な相手を待っていたんだ。いいだろう、かかってこい。俺は決して負けない。いよいよ始まりますこの一戦、好ゲーム必至の対決に大観衆の期待は高まるばかり。東邦対南葛、ここ埼玉ワールドスタジアムは割れんばかりの大歓声。そして今、大歓声に揺れ動くフィールドに両チーム入場です。この一戦にかける選手たちの意気込みがその表情から伝わってきます。闘志をみなぎらせる選手たち、その熱気がこちらまで伝わってきます。
両チームのスターティングメンバーをここでご紹介します。まずはホームサイド、東方、攻守にバランスの取れたフォーメーション。最後方の若島津くんを中心とした堅固な守備から、テクニシャンの沢田くんがボールを運び、エースストライカーの日向くんがゴールを仕留めます。そしてアウェーサイド、南葛、攻守にバランスの取れたフォーメーション。キャプテン翼くんを筆頭に実力あるメンバーが揃っています。個人技とチームワークともに抜群な総合力の非常に高いチーム。まもなくキックオフです。さあ、激闘の幕が開けました。スライディングで止めた、体ごとぶつかっていった。それかわして振り切った。そりゃ敵陣を切り裂く。小田くん、このスライディングが決まった。それ体ごとぶつかっていった。もらったぞ。あ、かわして、これは自動抜きだ。なに、鋭いスライディング、かわして振り切った。なに、小田くん、ここは抜かせません。見とけ、フェイント。岩見くん、ボールを狙うも届かない。どうだ、シュートまで持ち込めるか。くらえ、シールドを一筋のタイガーショット。これは反応しているぞ。あ、くせいだ。パントキック、どこまで運べるか。長いパスが通った。チャンスが決まった。ソリマツくん、ここはパスを出した。かわせて切り切った。止められない、渾身のシュート。ここからシュートに持っていく。やった、期待にたがわぬ活躍です。よし、なに、ここだ。くそ、いけ。チャンスが決まった。クロミ君、ここは抜かせません。激しいタックル。それ、おっと、攻守交代だ。ソリマツくん、ボールダッシュ成功。もらった。ドリブルでボールを運ぶ。日向くん、連続突破で見せます。どうだ。東方、ここでキャプテンにボールを運ぶ。チェールの位置、これがタイガーショット。ボールに飛びつく。これがネットに突き刺さる。まさに、見たか、これが俺の力だ。どうだ。これがタイガーショットだ。長野くん、ロングパスを受けます。もらった。体ごとぶつかっていった。よっしゃ、フェイントだ。日向くん、センターラインを越えて攻め込む。ここはパスを出した。岩見くん、ボールを抜いた。チャージが決まった。見たか、あっという間に前半も中止が出た。ここから流れをつかむのはどちらのチームか。タイガーショット、その一撃がゴールを奪う。まさに、これを決めなきゃストライカーじゃねえ。見たか、はあ、どけ、行け、タイガーショットだ。ここはパスを出した。ヒューガン、ここは抜かせません。敵陣へ攻め込みます。よし、止められない。これがタイガーショットだ。これは反応しているぞ。ゴール隅に突き刺さった。よし、決めたぜ。一発の一撃でゴールをゲット。これがタイガーショットだ。いけ、チャンスが決まった。
ここからチャンスを作れるか。かばって振り込んだ。止められない。ヒューガさん、パントキックで大きく蹴り出した。キスギ君、ロングパスを受けます。パスが決まった。パスを回す。ヒューガ君、パスを出す。素早く横にかわす。あと、この位置でパスカット。よし、ヒューガ君、邪魔だ。敵陣を切り裂く。よし、さあ、ゴール前です。ヒューガ君、ここでこれがタイガー君だ。ゴールは奪わせません。パントキックで大きく蹴り出した。パスを出した。さあ、カウンターだ。キスギ君、敵陣を切り裂く。センターラインを越えて攻め込む。この作戦指示が功を奏するか。反町くん、ここはパスを出す。鋭いスライディング、ドリブルで突破。小池くん、激しいタックル。パスを出します。ドリブルでボールを運ぶ。横をすり抜けた。高杉くん、ここは抜かせません。反町くん、パスを出します。ゴール10分を過ぎました。前半アディショナルタイムを超えた。タイガーショット、一撃がゴールを抜く。鮮やかに、このためにグラウンドに立っているんだ。どうだ。タイガーショット、決まった。それ、ソリマス、パスを回す。東方、ここでキャプテンにボールを託して勝利の一撃を狙うか。どうだ。高杉君、ボールを狙うも届かない。これがタイガーショットだ。ボールを襲う。このシュート、よし、決めたぜ。どうだ。これがタイガーショットだ。それ、ロングボールを送る。長野くん、東方、大量リードでの折り返し。このまま余裕を持って試合を進められるのか。注目の後半戦。石崎くん、パスを出します。チャージが決まった。センターラインを越えて攻め込む。かばして振り切った。東方、これは戦い方を変えてきたようです。川部くん、ここは抜かせません。よし、よし、ドリブルでボールを渡る。これはゴールだ。これがタイガーショットだ。森崎くん、これはキャッチできない。さあ、この位置で受けた。ここは好きにさせません。これこそ、ボールを奪った。体ごとぶつかっていった。高島くん、ここは抜かせません。ここでチャンスを潰します。ボールダッシュ成功。さあ、ゴール前です。激しいタックル。なんか、ここは全力のプレーで勝利をつかみ取りに来た。ボールを奪った。体ごとぶつかっていった。チャージが決まった。沢田くん、ここで止めた。スライディングで止めた。翼くん、得意のヒールリフトで抜いた。高島くん、激しいタックル。タッくん、このパスもカットします。激しいタックル。チャージが決まった。スライディングで止めた。パスを回す。ソリマス君、ここは抜かせません。もらった。抜かせません。チャージが決まった。ソリマス君、素早く横にかわす。鋭いスライディング。よし、
ました。ドラーベ君、激しいタックル、鋭いスライディング、翼君、このヒールリフトだ。ヒューガさん、よし、聞いたか。ヒューガ君、連続突破で寄せます。どうだ、パントキック、どこまで運べるか。長いパスが通った。小池くん、激しいタックル。岩見くん、ここで止めた。小池くん、激しいタックル。ここで一気に攻め込みたいところ。チャージが決まった。クリアでキューバをしのぎます。川部くん、このボールを拾います。島野くん、パスを回す。よし、見たか、止められる。ヒューガくん、ゴール前に持ち込む。フィールド、これがタイガーショットだ。これは乗せるぞ。キーパー止められない。信頼してくれるみんなのために勝つ。よし、見たか、どけ、くらえ。これがタイガーショットだ。チャージが決まった。東方、ここでキャプテンにボールを託して勝利の一撃を狙うか。連続突破で見せます。横をすり抜けた。ここから一気に攻め込んでいくよ。横をすり抜けた。ここからシュートに持っていく。森崎くん、これはキャッチできない。ここでボールを奪いました。翼くん、ここは抜かせません。小池くん、力を貯めて強烈なシュート。森田くん、ゴール正面でこのシュートを迎え撃つ。パントキックで大きく蹴り出した。この位置で攻守交代だ。チャージが決まった。翼くん、ボールは飛ばなく渡しません。川部くん、激しいタックル。ヒューガくん、センターラインを越えて攻め込む。島野くん、横にかわして突破。チャージが決まった。いけ、小池くん、ここは抜かせません。中里くん、中里くん、パスを回す。岩見くん、ここは抜かせません。小池くん、激しいタックル。中里くん、くらえ。ボールを狙うも、これがタイガーショットだ。中里くん、このボールに立ちはだかる。あーと、ブロックを粉砕。ゴールは奪わせません。パントキック、どこまで運べるか。翼くん、このボールコントロール。なおかつここは全力のプレーで勝利を掴み取りにした。横をすり抜けた。東方、勝ちました。チーム一丸となって手にした大きな勝利です。ニューヒーローリーグ、全勝を成し遂げたのは東京都の名門東邦学園だ。負けたのか。嘘だろ、俺たちが勝った。ついに俺は南葛に
翼に勝ったんだ。やりましたよキャプテン。今日こそ南葛に勝ちました。あの南葛、大空翼に勝った。やっぱりキャプテンは日本一のストライカーです。日本一のストライカーか。そうですよキャプテン、お前もそう思うだろ。おいおい、さすがにそれは言い過ぎってこともないかな。俺たちにとってはそれくらいヒューガさんがすごいってことなんだからさ。リーグ戦全勝おめでとうヒューガ君。実は俺、全国大会3連覇を成し遂げた時、もう日本に敵はいない、あとはブラジルに行ってプロになるだけだ、そう思っていたんだ。けどそれは間違いだった。俺のライバルヒューガ君はこんなにも大きくなって俺の前に立ちはだかってきた。今日のヒューガ君は全国大会の時よりも強かったよ。それはきっとチームメイトと俺に関わってくれた人たちのおかげだ。この間の全国大会、俺は翼に勝つためにチームを勝たせようとしていた。だが今回は違う。チームを勝たせるため、俺に期待してくれるみんなのために勝つ、そう思って戦った。不思議なもんだな、そう思うことで今までは出なかった力が出るようになった。今までの限界のもう一歩先まで行ける、その積み重ねが俺を成長させてくれたんだ。そっか、道理で強かったわけだ。俺ももっと成長しなきゃいけないね。翼、ヒューガ君、君というライバルと戦えて本当に良かったよ。それはこっちのセリフだ。お前のおかげでここまで強くなれた。そしてこれからももっと強くなってやる。だからまた戦おうぜ翼。ああ、もちろん、次こそは負けないよ。国際大会の代表選考を兼ねたエキシビションのリーグ戦、ニューヒーローリーグ、今閉幕です。大会の MVP は東邦学園のキャプテン日向小次郎くん。全国大会では決勝戦のみの出場でしたが、このリーグ戦では全試合でその力強さを遺憾なく発揮し、チームを勝利に導き続けました。そしてニューヒーローリーグを通じた優秀選手21名も発表され、東邦学園からは日向くん、若島津くん、反町くん、沢田くん、そして新1年生の彼の5人が選ばれました。彼ら21名は日本代表として来月行われる国際大会に参加するため渡米することになります。日本サッカー黄金世代の彼らが世界とどう戦うか注目しましょう。集まってくれてありがとう。私が日本ジュニアユースチーム監督の三上だ。来月アメリカで行われるジュニアユースワールドチャレンジ大会、みんなはその大会に出場するチームの代表選手に選ばれた。本当に俺たちが日本代表なんですか？ああ、そうだ。俺が代表選手、夢みたいだ。3日後よりこのチームで合宿を行う。みんな準備しておいてほしい。その他の詳しいことはサッカー協会のスタッフから説明がある。私からは以上だ。
君とは初めましてだな。私はこの代表のスタッフでもあるサッカー協会の片桐というものだ。実は君を代表に推薦したのは私なんだ。一応それを仕事にしているからね。君のリーグ戦での活躍は素晴らしかった。代表に選ばれるのは当然だと私は思う。ただ協会内には君を代表にすることに異議を唱える者もいた。沢田や新田と異なり、この大会でしか実績のない1年生を選ぶのは軽率だとね。だが私が君に期待しているのは今の実力だけじゃない。私は君の中にとてつもない才能が眠っているように感じるんだ。それこそあの大空翼に並び立つほどの巨大な才能をだ。今回のニューヒーローリーグの一つの目的は強豪校を試合で競わせてレベルアップを図り、その上で日本代表の選手を選ぶことだ。そしてもう一つは全国大会では見逃してしまったかもしれない新たな才能、つまり君のようなニューヒーローを発掘することにあったんだ。世界は広い。今回の代表は黄金世代とでも言うべき才能の持ち主が集まっているが、世界の強豪相手には苦戦を免れないだろう。だが大空翼や日向小次郎、そして君のような選手たちが力をつけ一つのチームにまとまった時、きっと世界一への道は開ける。私はそう信じている。では代表でまた会おう。俺たちついに南葛に勝ったんだな。ああ、エキシビションとはいえやっぱり達成感があるな。引き分けでの全国大会優勝ももちろん嬉しかったけど、これはそれとは別の嬉しさだよな。たけし、来年はお前がチームを率いることになるが、覚悟はできたか？はい、もちろんです。翼さん、松山さん、三杉さん、他にもいろんなチームのいろんなキャプテンを見てきました。性格もプレイスタイルもみんな違うけれど、共通しているのは自分のプレイやサッカーへの姿勢でチームを引っ張っていること。誰かの真似をする必要はない。チームを勝たせるために自分のできることを目いっぱいやる、そうしていくつもりです。そうだ、それでいい。それが分かればもう大丈夫だ。来年ちゃんとみんなを引っ張って全国大会 V2 頼んだぜ。はい。久しぶりだな、みんな。北爪監督、監督はよせ。もう私はお前たちの監督ではないんだ。試合見に来てくださってたんですか？ああ、本当に見事な試合だった。ありがとうございます。全国大会からどれほども経っていないのにこれほど強くなっているとは本当に驚いた。それと同時に自分の未熟さも思い知った。私は君たちの可能性をきちんと引き出せていなかったのだと。え？特に君、私は君の素質を見抜くことができなかった。さぞ悔しかっただろう。いえ、それは違います。ん？キャプテンの言う通りです。俺たちがこの短期間でさらに成長できたのは北爪監督の教えが基礎にあったからです。お前たち、わしは本当に良い教え子を持ったのだな。そういえば監督はこれからどうされるんですか？もちろん
サッカーに携わっていくつもりだ。いずれはどこかの中学か高校のサッカー部の監督になって、選手を育て、全国大会に出場して、そして東邦学園の前に立ちはだかる。楽しみにしておけ。はい、楽しみにしています。いい返事だ。それではみんな頑張って自分を磨き続けるんだぞ。はい。お前を抜擢した俺の目は間違ってなかった。お前はその勝利への執念を忘れずに、たけしと一緒にこれからの東邦学園を引っ張っていってくれ。そして東邦学園のサッカー、勝つサッカーを引き継いでいくんだ。いいな。うん、一緒に頑張っていこう。それはそうと、代表入りおめでとうございます。キャプテン、おめでとう。若島津、ソリマチ、タケシ、もちろんお前もな。おめでとう。おいおい、調子に乗るなよって言いたいけど、この短期間でベンチ外から代表まで上り詰めたんだもんな。少しくらいは仕方ないか。それにしてもうちからは5人が代表か。一番多いのはやっぱ南葛か。俺たちが代表に入ってれば逆転だったんだけどな。安心しろみんな。え？俺たちがお前たちの分まで頑張る。そうだ、俺たちは、俺たちみんなが代表だ。そしてお前たちの分まで一緒に戦ってくるからな。だから応援よろしくお願いします。